ダンシングクラブのレシピをキャンプで再現できるんですか。ワイルドなお料理。カニクリームコロッケのカニが多いバージョン。うわ、もう聞くだけでよだれ出てきますよ。だから一品目も二品目もカニですよ。今日もカニ三昧最高。まずは下準備。カニの胴体から手足を切り離すと。ぐわっ。いや、意外と手でパリッと取れるんですね。おいし。おお。続いてはソース作り。赤玉ねぎ、にんにくを粗めにみじん切り。玉ねぎをみじん切りしていきます。カニとかエビとかプリップリで食感似てますから、お野菜とかは粗めに切った方がサクサク感が出て良さそうですね。スライスした玉ねぎをオリーブオイルで炒めるということです。いきます。オリーブオイル、玉ねぎを入れます。入れます。おおおおお、結構火強いかな。そうだろう。ほうほう。玉ねぎの甘みが旨味に変わっていきますと。なるほど。おおお、火が結構強いからもうすぐ行っていいかもしれない。玉ねぎを炒め終わりましたので、続いてはホールトマトを入れていきます。お、これ1キロ分ドーン。おー、ここまではまだソースというよりスープっていう感じですね。そしてこのホールトマトを潰しながら煮詰めていく。目安はおよそ10分程度。ここからグツグツ煮込むんですね。はい、10分煮込みました。煮詰めたものに調味料を入れてなじませる。ナンプラーやホットチリソース、コンソメパウダーなど8種類。ケージャンシーズニングが味の決め手に、味見してみてはと。ケージャンシーズニング、おお、結構強めのスパイス。いただきます。ああ、結構辛いじゃないですか。ああ、食べ過ぎた。でもこの辛さはシーフードにすごく合いそう。おお。あ、さっきまで鮮やかな赤だったんですけど、ちょっと茶色っぽくなりましたかね。混ぜ合わせたところで、粗みじん切りにした赤玉ねぎとニンニクをソースと混ぜる。赤玉ねぎ投入。ニンニクを入れます。この時点での質感は結構ドロドロですね。この後沸騰しそうになったら火から離すのがポイント。火を入れすぎないことで玉ねぎの香りや食感を残す。なるほど、そうか、赤玉ねぎのその食感を大事にしないといけないんですね。はい、ソース完成です。いやー、すっごくいい香り。スパイスカレーのような香りもすれば、若干トマトの香りもするので、これはね、シーフードに合うと思います。ではお好みの魚介類と一緒にカニを沸騰した鍋で茹でる。お好みでオクラ、コーン、ブロッコリーなど野菜も別鍋で茹でる。魚介類だけじゃなくてお野菜も作るんですね。じゃあいきなり胴体からいきましょうか。お、茹でていきます。ドーン。魚介類いろいろ入れていきましょう。だいぶ豪華ですよ。キャンプ飯史上一番お金かかってるんじゃないですか。そして野菜も入れていきます。ちょっとカニから塩分が出てると思うので、緑黄色野菜はかなり色が綺麗になるんじゃないかな。さあ、茹で上がりました。カニ、そして魚介類、野菜も色鮮やかに茹で上がりました。続いては仕上げです。魚介類をこの袋の中に入れてソースをたっぷりかける。
入れていきます。よっ、まだね茹で上がったところなのであったかいんですよ。ソースを入れたのであとはよく振ってシェイクするだけ。シェイクシェイク、え、こういうことですよね。シェイクシェイク、シェイクし終わりましたのでこれをそのままいきます。どうだー、おー、ソースよく絡んでる。うわー、はー、これを手づかみで食べていくわけですね。続いてはクラブケーキを作っていきます。まず下準備、カニのむき身をバラバラにするとしました。はい、してカニの身を絞って水分を出す。で絞るのかというと、水分があるとどうしてもベチャベチャになってしまう。より良い食感と濃厚な味にするためのコツ。できるだけ水分を抜いた方がいいんですね。続いては生地作り、ホワイトソースに砂糖、胡椒とケージャンシーズニングを混ぜると。ここでもケージャンシーズニング出てくるんですね。ねっとりなホワイトソースと水分を抜いたパサパサのカニの身と、これを合わせていくのか。わあ、なんかもうこの時点で美味しそう。では生地に薄力粉、卵、パン粉の順につけてコロッケのように成形していきます。厚みのある形にした方が食感も楽しめると。よっ、衣に食感が欲しいのでパン粉は粗めの方がいい。粗めなのでザクザクコロッケになりそう。ちょっとハンバーグと容量似てるんですかね、こうこねる感じとか。はい、はい、できました。このザクザクのパン粉、粗めのパン粉が揚げ上がった時にどうなるのか。おー、ではコロッケ揚げます。ドーン、お、いい感じいい感じ。衣がきつね色になった頃が目安ということですね。これいけますかね。もう、おー、いい感じじゃないですか。よっ、おーおー、いい感じに揚げられます。よかった、すっごく美味しそう。クリームコロッケというよりは見た目は牛肉コロッケっぽい、ザクザク感ありますね。手づかみシーフードとクラブケーキ完成しました。いや、なんか斬新ですよね。まずこの机に紙を敷いてその上に直に置いてるっていうのが。いただきます。カニはもうもちろん柔らかい。その上にこのソースがすっごいですね。これペロッと食べられますね。カニ2杯分ぐらいいけるかも。続いてはクラブケーキですね。カニクリームコロッケ、いや、この寒い日にあったかコロッケいいですね。いただきます。うわー、おいしい、身たっぷり。カニのほぐし身の存在感がすっごいですね。これで店開きたい。これおいしい。今回のこの2品はどちらもやっぱりスパイシーですね。しっかりこのカニとか魚介の味を楽しめる。いや、ごちそうさまでした。